どうもサムです。今日も動画がないただいて誠にありがとうございます。今日はこちら、マウスのね、ちょっとご紹介をしていきたいと思うんですけれども、まあ製品名が MX Master 3S っていうね、あのロジクールから出てるマウスなんですけれども、要は多機能マウス、いろんなボタンがついてるマウスになりまして、これがですね、動画編集の効率が爆上げなんで、めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひね、最後まで見ていっていただいて、まあどういう機能があるかとか参考にしていただけたらと思います。はい。まあまず最近なんですけれども、このね、マウスどうだこうだっていうより前に、左手デバイスがやたらと流行ってると思うんです。自分もですね、左手デバイス、ツアーボックスエリートだったり、キーボードが3つついてて、こう、マウスノブがついてるものっていうのを、まあ買ってみたりしたんですけれども、結局ね、どれもこれもこう設定をするのだとか、その設定を覚えるっていうのが結構めんどくさくって、最終的に全部売っ払っちゃいまして、このね、多機能マウス1本で今動画編集しているっていうところなんですけれども、左手デバイスって結構その設定することが多くてボタンも増えるんで、もうそれをね、使いこなすのに結構時間がかかっちゃうんです。それを必要とするレベルの動画編集をする人っていうのが、まあ、どれぐらいいるのかっていう話なんですよ。で、左手デバイス使おうかなって悩んでるぐらいの人だったら、多分、この高機能マウスを買った方が、簡単に、かつ動画編集のね、まあ、効率っていうのが爆上がりするんで、ぜひね、使っていただけたらと思います。はい。で、まあ、自分がどういう使い方してるかっていうと、基本的に動画ってやっぱりこう、まずカット編集をしてから、ま、いろいろエフェクトかけたり、色編集したりっていうのだと思うんですけども、その、動画のカット、あと削除、あと戻ると進むが全部このね、右手一本でできるようにしてるっていう感じで、特にそのカットと削除っていうのが動画編集ってすごく多いと思うんですけれども、例えばこう、まあ、一本の動画があって、まあ、この辺でこう切って、また切って、で、このいらない部分を削除して、真ん中をね、こう詰めるっていうような作業が、まあ、あると思うんですけれども、それをこういちいちキーボードでやったり、まあ、レーザーカットツール、レーザーカットツールっていうのはレーザーツールで、動画カットして、デリートして、間を詰めるっていうのをいちいちキーボード使ったりするとね、結構めんどくさいんです。で、それをミスった時に、あ、戻らなきゃ。戻るボタンを、まあ、その編集のとこからね、こうマウスで探して、まあ、左上のタブにある編集から戻るをやるなり、キーボードを押すなりってやってるっていうのが、結構ね、手間なんですよね、純粋に。ただ、手間の割に戻るとか進むっていうのめちゃめちゃ多いと思うんですよ。ちょっとミスっちゃったとか、1フレーム単位でずらしてって、あ、今ちょっと行き過ぎたからちょっと戻ろうっていうことをやるときに、いちいちね、キーボードのショートカットを使ったり、まあ、タブからね、開いてやるっていうのは、非常にめんどくさい作業なので、それがね、全部手元でできるっていうのは、このロジクールの MX Master 3のいいところとなっております。はい。で、こればっかりちょっと言っててもわかんないと思うんで、実際に動画編集をしている画面と、マウスのね、手元っていうのを合わせてちょっと見ていただいて、まあ、どのぐらい効率がいいのかっていうのを見ていただきたいと思います。はい。はい。じゃあ、これがですね、まあ、先日出した買ってよかった動画、買ってよかった日用品のね、動画なんですけれども、まあ、プレミアプロの画面なんですけれども、自分はこの親指のね、ホイールにカット、下に回すとカットで上に回すと削除っていうのを割り当ててて、このね、サイドのボタンに、戻ると進むをね、こう割り当ててるんですけれども、まあ、例えばこの C1787 っていう素材をカットしたいとなったら、ここで右手の親指のね、ホイールを下に回すと、ここがカットされて、で、またここでカットしたいなってところで、ホイールを下に回すと、まあ、二つはね、カット点、まあ、編集点を追加っていうんですけど、それが入りまして、で、この間の素材いらないなってなったら、ホイールを上に回すと削除されると。で、もう一回回すと、間がね、詰められるっていう形で、めちゃめちゃね、早く作業ができるんですよ。で、今やった作業が、あ、ちょっとミスったなと思ったら、この親指のボタンをピッと押すと、ここがまた戻ると。で、もう一回押せば戻って、まあ、押せば押すだけで戻っていくと。で、戻りすぎたなと思ったら、今度親指の手前のね、ボタンを押してると、ほら、さっき追加したやつが入ってきて、また進んでいくというね。もうこの4作業だけで、めちゃめちゃね、動画編集早いんですよ。なんで、いらない部分こう切って、またこう進んでって、例えばここいらないと思ったら、2箇所切って削除。
して詰めてやりすぎたと思ったら戻って進んでっていうのが手元だけでできるんで、非常にね動画が早く進んでいくんですよね。はいはい、というわけで今ねプレミアプロの画面と合わせて手元見ていただきましたけれども、やっぱりね結構早くこう作業ができてるっていうのは、分かっていただけたかなと思うんです。でちょっと次にですね、ロジクールのこのデバイスの設定っていうのがねいろいろできるんで、その画面を見ていただきたいと思うんですけれども、まあ今ね、こう、左上にこんにちはって出てるんですけれども、これがロジクールの設定のアプリになりまして、クリックすると、各ボタンに何をね、割り当てますかっていうのだとか、ポイントとスクロールだとか、スクロールのね、速さだとかも変えられるんですけども、自分はね、プレミアプロがメインなんで、この右上のプレミアプロを押して、ここの、キーボードショートカット、なんで親指のね奥のボタンに、進むを割り当てて、手前に戻るを割り当てると。でここのサムホイールにはですね、アップの時に削除、スクロールダウンで、コマンド K、要はね作業点の追加、まあ切り取りですね、画像のを追加してると。でこれはもうね好きなように好きな機能を割り当てられるんで、例えばボタン一つでエフェクトを適用するっていうようなことも多分できるでしょうし、皆さんの好きなようにカスタムしていくっていうことができるのは非常にいいかなと思います。あと自分入れてはいないんですけれども、このね、親指を下に押し込んだ時に、今別の画面が出ちゃったんですけども、まあ、いろんなね、ここにも機能を割り当てるっていうことができるんで、とにかく手元で、押せるボタンが、親指のこのホイールの上がる下がる、あと、ボタンが1つ、2つ、3つと、5つあって、さらに右クリック、左クリックとホイールがあるんで、とにかくね、右手だけで、ボタンがいっぱいあるというのが非常に、使いやすいところでございます。で、自分の設定してるホイールをこう下にやって、切って上に上げて削除っていうのは、まあ感覚的には分かりやすいと思うんで、非常におすすめの設定なんでね、ぜひやってみてください。はい。はい。というわけでね、今ね、設定と、まあ実際の画面見ていただきましたが、まあいかがでしたでしょうかね。結構ね、まあ著名な YouTuber の方とかもご紹介しているマウスになるんですけれども、マジで使いやすくて、で、動画編集が、得意じゃない人だとか、始めたばっかりの人でも、全然うまく使えるマウスなんで、難しいこと考えずに、もうこれ買っちゃえば多分全然 OK です。で、トラックボールの、ものもあるので、トラックボールが好きな人は、トラックボール版を買えばいいし、自分トラックボールはあまり好きじゃないんで、この普通のね、MX Master 3S の方買ってるんですけれども、どっちも非常におすすめなんで、とにかく左手デバイスを買う前に、高機能マウスを買うっていうのを優先した方がいいのかなと思いまして、まあ、今回動画にさせていただきました。まあ、今回の動画はね、こんなところで以上となりますけれども、今後もこういった動画編集周りのね、便利なグッズだとか、あとはカメラ周りのいろんなご紹介していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いできればと思います。あとはコメントで、なんかいろいろね、間違ってることだとか、いろんな面白い話だとかあったら、ぜひ教えていただけるとありがたいので、ぜひよろしくお願いいたします。というわけで、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。